どうも、めちゃめちゃメッセージです。はい、ということで今日もやっていくんですけどね。今日はね、まあ、九州のね、野球ね、まあ、ちょっと、についてね、ちょっと話していこうかなということで。まあ、九州の、まあ、野球ってよりか、まあ、九州がね、なぜね、あんまりね、いいピッチャーをね、排出できないかっていうね、問題について、ちょっとね、話していこうかなということで。まあ、これね、まあ、地区ってよりか、まあ、場所でね、まあ、関西、関東、東北、まあ、中国、四国、で、九州か。で、こうね、分かれてるじゃないですか。あと北陸かな。で、分かれとって、一番好投手を出しにくい、地域って、まあ、ダントツで僕、九州だと思うんですよ。でじゃあ、九州出身の、まあ、好投手を挙げてくれって言われたら、まあ、僕は、ほんまになかなかね、ここ最近で言ったら、まあ、長崎海星の、あの二人ぐらいで、あと、まあ、その、ね、奄美大島の、大島高校のね、松井くんぐらいで、あとはなかなかね、ほんま高投手というね、高投手というのが、かなりね、出てこられにくくね、なってるんですよね、これ九州の野球って。ほんで、まあ、それに、ね、言うとね、まあ、他にもいっぱい出てるやんけってね、まあ、思う人もね、多々ね、多いと思うんですよ、まだ僕が。今2、3人ぐらいしかね、上げてないんで。でもこれ、ね、全国で比べたら、やっぱり九州の、やっぱ高投手ってかなりね、少ないと思うんですよ。やっぱり東北がやっぱ一番多くて、ほんでまあその次、関東、関西。で、やっぱその四国、なんて四国もなかなか多いんでね。ほんでまあ中国も、まあちらほらね、まあ高陵とか、あの辺がね、まあ、出してくるじゃないですか。ほんでやっぱりそうなってくると、やっぱりかなり、九州地方がね、まあ中国地方もそうですけど、まあ九州地方がね、やっぱりアベレージでね、投手がね、出てこないんですよ。ほんでね、それのね、原因っていうのはね、何やろうかってね、僕なりに、ね、考察したんですけど、まずね、一番が、これはね、気候やと思うんですよね。やっぱ九州野球が、ちょっとこう、遅れてしまってるというか、ちょっとこう、良くなくてる、良くなくなってる、いいピッチャーがね、育ちにくくなってるっていうのが、やっぱりまず一番の原因が気候やと思ってて、ほんでその気候の何が原因かっていうと、ちょっと暖かくなるのがちょっと早いんですよね。だから、ね、これで何が痛いかっていうと、やっぱり寒い地域の方が、やっぱピッチャーって、足腰とか、やっぱりそういうメニューが中心になってくるんですけど、やっぱりこう、ね、暖かかったらね、やっぱり走る距離とか、まあその足腰、に対する、まあ、その体幹とかを鍛える作業っていうのがかなりちょっと、ね、おろそかに、ね、なってしまうんですよ。でもそれはね、決してね、悪いことではないんですけど、僕はね、それがね、一番のね、原因かなって思うんですよね。だからやっぱり、とんでもないピッチャーみたいなのが、高校でね、仕上がってる、なんていうんですかね、ピッチャーっていうのが、結構多い。だから、なんやろ、あったか一気で育ったピッチャーって意外とね、伸びしろがね、あんまね、ない選手がね、多いと思うんですよ。例えば沖縄の選手なんて、やっぱり、高校がピークとか、やっぱりそこからね、爆発的にね、伸びるピッチャーってなかなかいないじゃないですか。ほんで、やっぱ九州も、やっぱり僕はね、その傾向やと思うんですよ。だからこそやっぱりね、僕はね、何が言いたいかっていうと、ピッチャーは、ほんまに上目指そうと思ったら、やっぱり寒い地域の方がね、いいのかなって思いました。やっぱりね、それがいいこと悪いことじゃなくて、やっぱりね、試合がね、やっぱね、暖かったらね、やっぱ実戦がね、始まるのが早くなるんですよ。だからもう3月ぐらいにはもうバチバチね、やり始めるじゃないですか。もうどこの高校も。でもやっぱその寒い県って言ったら、まあ3月ぐらいだったらね、まだね、その野球どころじゃないんですよ。だからやっぱその走り込みとかもやっぱかなりしますし、やっぱりその実戦がね近いってなると、やっぱ2月ぐらいからもうね実戦形式とかなる、するってなると、やっぱりほんまにね体作る時期っていうのが、やっぱりあったかい地域であればあるほど、やっぱりないと思うんですよ。だからそういう意味では、やっぱり寒い地域って、やっぱりもうずっと走らせられてますし、やっぱ足腰体幹とか、やっぱ球を投げへん期間が多いんで、だからやっぱりそういう、ね、腕を振る作業じゃないところに時間をかけるのが、やっぱり九州の方っていうのは、やっぱり比較的に少ないと思うんですよ。だから僕は、九州地方でね、いいピッチャーがね、育ちにくいんやと。僕はちょっとね、真剣にね、僕はこう思いますね。やっぱり、ね、それこそ、
北海道栄のね、行った才木選手とかも、大阪ですけど、やっぱ中学校時代は、やっぱその軟式で、で、やっぱ北海道行って、やっぱりその寒いですから、やっぱその足腰鍛える作業ばっかするじゃないですか。ほんで気づいたらね、もうプロに行ける逸材になってるとかね。で、やっぱりその北海道のやっぱり予選とか見とってもいいピッチャーってめちゃくちゃ多いんですよ。で、それでなんでやねんって思うとね、やっぱりね、やっぱ球をね、投げる期間というよりかは、やっぱりそのね、球を投げない期間をね、どう過ごすかで、めっちゃね、変わってきてると思うんで、だからやっぱりね、寒い地域のほどやっぱりいいピッチャーが出やすいのは、僕はそういう原因があるのかなってね、思いました。まあ、大谷翔平選手にしろ、菊池雄星選手にしろ、もう大体ね、東北ですし、仙台育英の140キロカルテットとかって、あれってやっぱり九州地方やったら絶対ね、育たないと思うんで、だからやっぱり投手陣のね、レベルがね、低くなってしまってんのは、やっぱり、ね、九州のね、やっぱり気候にあるのかなと、僕はちょっとね、思ってしまいましたね。だからやっぱり、あったかいところって、意外とだからやっぱり野球の冬が大事っていうのは、意外とね、あの時はその冬練頑張らすためのこう、なんていうんですかね、指導者のこう嘘みたいな感じで、思ってたんですけど、まあ、野手はわかんないですけど、これはね、ピッチャーに関してはほんまにね、ちょっとあるのかなと。やっぱりピッチャーで足腰が、ないとか、やっぱ体幹がないね、選手とか、やっぱりその持ってる力のね、持ってる力が10やったとしたら、やっぱりね、2、3ぐらいしかね、やっぱ足腰ね、鍛えてないと、やっぱり出せないと思うんで、やっぱり10出したらね、プロいけるようなね、逸材になれるので、だからやっぱそういう意味では、あったかい地域よりか、僕は寒い地域で、ピッチャーは鍛えた方がいいのかなと。だからまあ、九州におる、選手たちは、逆に言えばなんですけど、ね、もっと走り込んで、やっぱそのね、暑かったらやっぱりね、走れないんですよ、ほんまに。でもやっぱ走るかどうかは分かんないですけど、やっぱりそういうね、ボールをね、触らないね、トレーニングをやっぱりいっぱいしてね、僕はちょっとこう、覚醒してほしいなと思いました。ね、ほんまにね、同じ7キロ走るでも、夏と冬やったら、全然ね、やっぱりね、しんどさが違うじゃないですか。だからそれと一緒で、でもやっぱり7キロ走って鍛えれる量って言ったら多分あんま変わんないんですよ。だからまあそれと一緒で、やっぱね、暑いっていうところは意外と有利そうに見えて、意外と不利な面も多いのかなと思いました。はい、ということで、皆さんの意見はぜひ、コメント欄にお待ちしてますということで、またお次の動画で会いましょう。お疲れ。